皆さんおはようございます。親子丼のすけです。今回はシーズン20のトレーラーが公開されて、それと同時に公式からめちゃめちゃ大きな変更、大きく分けて2つ出たんで、そちらの紹介やっていきます。ゲーム内のシステムと新しいランク制度について、リークの情報とだいぶ違うところもあったんで、そこについて触れながら見ていきましょう。それではまず最初にゲーム内のシステムについて、レジェンドアップグレードというシステムが新たに追加されます。これはざっくり今までの進化アーマーのシステムにプラスして、レジェンドも強化されていくというシステムなんですが、ざっくりどういうものかっていうのを説明すると、今までのシステムでいう進化アーマー、進化一つするたびにレジェンドにも一つずつスキルがついていくという仕様です。で、これによってボディシールドがバトルロイヤルでは地上では拾えるアイテムではなくなります。その代わり何らかの方法でこのシールドコアというものを集めて、自分の元から着ているアーマーを育てていくというシステムになりそうですね。地上枠しなくなるってことはアーマースワップができなくなるっていうことなんですが、こちらのオーバーチャージという仕様がおそらくアーマースワップの代わりになるシステムですね。より高いレベルのシールドコアを獲得するとき、アーマーを一時的にオーバーチャージすることが可能です。30秒間有効なシールド HP を追加で得ることができますということで、元から持っているアーマーレベルより高いアーマーに対してだけシールドスワップができるみたいな感じになるんですかね。で、アーマースワップしても30秒間しか有効じゃないので、また自分でセルだったりを巻かなくちゃいけないというシステムなんだと思います。で、アーマーの仕様が変わったっていうことで、進化の仕方、進化ポイントの貯め方っていうのも変わってくるそうです。こちらです。進化するのに従来のダメージだけではなく、ノックダウンやフィニッシャーでもアーマーの進化値っていうのを貯めることができるようになるみたいです。リークで青アーマーから紫アーマーに進化するのに1500ダメージ必要みたいな画像を見たんですが、こちらはノックダウンとかも合わせてって感じみたいですね。で、個人だけではなくチームでもこちらの進化ポイントを獲得できるそうです。舞台壊滅で獲得できるのはわかるんですが、復活とかリスポーンでももらえるのは少し怖いところですね。場合によっては毎シーズンとかでいう赤アーマーにして、1回デスボになって復活して無限に赤アーマー作れるみたいなこともできそうなので、そこはどうなるのか気になるポイントです。まさかね、あの天下の家様なのでそういうことはしないですよね。期待しておきましょう。ダメージは舞台壊滅だけではなく、こちらの進化ハーベスターというアイテムを拾うことによってアーマーの進化値を貯めることもできるみたいです。ちなみにこちらは各バトルロイヤルマップの最初のリング時間にランダムで出現するっていうことで、進化ハーベスターを拾いに来たパーティー同士で戦うみたいなこともありそうですね。アンチに先に入って順位を伸ばすか、それとも進化ハーベスターを集めて味方を強化して外から入っていくか、いろんな戦略が取れそうで、今までとねちょっと違った戦略性のあるバトロワになりそうですね。で、ちなみにこちらの進化ハーベスターの強化版、進化キャッシュというのもあるそうです。進化キャッシュはレアルートアイテム、つまりケアパケとかでしか取れないアイテムみたいですね。基本的に保管庫とケアパケだけみたいですね。ちなみにさっきの表を見てみると、個人で獲得できるのは進化キャッシュ、チームで獲得できるのは進化ハーベスターということで、進化キャッシュはケアパケとかで拾って誰か一人をめちゃめちゃ強くするアイテムのようです。味方全体のアーマーレベル底上げ目指すんだったら、進化ハーベスターいろんなところに拾いに行くのが一番良さそうですかね。というのが新たなレジェンド進化システム、進化アーマーシステムになります。で、次がだいぶ大きなアップデート、ランクシステムが大きく変更されます。こちら結構リークと違うところもあるので見ていきましょう。まずこちらの画像を見てください。もう早速ツッコミどころありますね。ランクシステムの刷新、刷新どういうニュアンスかっていうと、今まで悪かったものを良いものになるように新しくするみたいな感じですかね。もう運営様の方から直々にシーズン17、18、19のランクシステムはあんま良くなかったって言われてるようなもんですが、まあめちゃめちゃ良くなってるんで内容の方を見ていきましょう。はい、まずスプリット制の復活、そしてランクリセット後も振り分け戦をするわけではなく6ディビジョン落ちるっていう風になるみたいですね。シーズン16までと同じく 1.5 ランク落ちるみたいな感じで、そしてランクに参加できるようになるのも50レベルからではなく20レベルからになるそうです。ここまでは従来通りですね。それではこちら透明性の高いスコアということで、まずマッチメイキングレートシステムがなくなります。完璧にシーズン17、18、19とは違うマッチングシステムになるそうです。で、そしてこれらの変更に伴って、ここ
ちょっとね、さすがに間違いだと思うんですが、エントリー費用もシルバーティア以降の各ティアで20ランクポイントの使用に戻しますということで、こちらの分見るだけだと、すべてのティアでエントリーコストが20ランクポイントになるみたいな感じなんですが、さすがにこれはね、少なすぎるんでないと思います。さすがにおそらくね、5色だと思うんですが、シルバーが20ランクポイント消費して、そこからポイントが増えていくんじゃないかなっていう風に解釈しました。まさかシーズン17みたいなことやらないよね、ということで、こちらが次の仕様です。激安コアは引き続き順位によって増加します。今まで通り、順位が高ければ高いほど激化ポイントが多くもらえる仕様に追加して、プレイヤーのキルポ制限はないけど、激化数が6を超えると以降の激化で獲得できるポイントは半分になります、ということで、キルポは7ポイント以降もらえるポイントが半分になるそうですね。正直シーズン17、18、19のキルポイントシステムは本当にね、透明性がなく、どんなにキルしてもポイントがゼロだったり、まあ、逆に内部レートが低い人が内部レート高い人倒したらめちゃめちゃ変なキルポイントもらえちゃったりとかで、ユーザーが何やったら一番ポイントもらえるのかとか、本当にわかんない状況が続いていたんで、ちゃんと明言してくれるのは本当に嬉しいですね。Apex っていうゲームはバトロワなんで、ただただ優勝目指すってだけだったら別にキルしようがキルしまいか関係ないし、1対1の打ち合いで勝ち負けが決まるゲームじゃないんで、こういう内部レートがとかそういうの関係なく、しっかり透明性のあるシステムになってくれるのは嬉しいですね。でそれでは次の章がこちら。2つのボーナスポイントが存在しますと。まず1つ目、連続トップ5ボーナス。これ5以上を連続して記録することで得られるボーナス。連続5マッチ以上でトップ5入り続けると毎試合プラス40ランクポイントもらえるんで、めちゃめちゃ大きいですね。こちら地味に連続っていうところが肝だと思っていて、ある意味スマーフとかを押し上げるシステムになっていると思うんでいいと思います。そしてチャレンジャーボーナス、ランクが上のプレイヤーを撃破し、それに対して個人として貢献した時に 50% ボーナスを獲得できるということで、単純に自分より強い上のランクの人を倒せばボーナスもらえるよっていうシーズン16までにあったシステムと似たようなものですね。それでは次の仕様、ここね、個人的に今回のランクの一番の肝だと思います。マッチメイキングについてです。可能な限りランクポイントが近いプレイヤー同士をマッチさせる仕様になります。これは過去のシーズンとは異なり、ティアをベースにしたロビーシステムを使用していません。そして事前に作成されたパーティーの場合、ランクが最も高いプレイヤーのランキングを用いてマッチングが行われますということで、リークの情報だとシーズン13のシステムに戻るみたいなことが言われてたんですが、これは完全に別物ですね。今までのシーズン16までのランクシステムだと、例えばプラチナランクの人はプラチナでマッチングする、いわゆるプラチナ対みたいな、プラチナ1の人はプラチナ4の人とマッチングするし、広くランクを見られてマッチングしていたんですが、シーズン20からはプラチナ1の人はほぼプラチナの1の人としかマッチングしなくなるみたいな感じになるんですかね。まあさすがにプラチナ1の人で60人集めるのっていうのは結構厳しいと思うんで、まあ、プラチナ1の人だったらプラチナ2の人かダイヤ4の人とマッチングするみたいな感じになると思うんですけど、これによってより細かく実力を測れるようになったし、より自分の実力と近い人とマッチングできるようになりますね。例えばなんですけど、前までの話、極論言ってしまうとプラチナはプラチナっていう括りの中でマッチングさせられるんで、プラチナ4からプラチナ3になった人はまあ理論上はそのままやっていけばダイヤに行けるし、ダイヤ4からダイヤ3になれる実力がある人はそのまま継続していけばマスターまで行けてしまうという、悪い言い方するとマラソンみたいなランクシステムになってしまっていたんですよね。まあこれでもいいよっていう人がほとんどだったんですが、ダイブレートに頼らず、よりランクの近い人としっかりマッチングできるようになるシステムっていうのはいいと思います。ちなみになんですが、細かいとこなんですけど、事前に作成されたパーティーの場合、ランクが最も高いプレイのランキングを用いてマッチングが行われますということで、なのでパーティー組んだらどこの帯域に当てられるかわかんねえみたいなことがあったんですが、それが透明になったのと、この表記だけ見たらもしかしたらパーティーを組む際ランク差制限撤廃されたんじゃないかなっていうふうに思います。これちょっとチーター怖いですが、まあいろんな人と遊べるっていう意味ではいいのかなと思ったりですね。ここについては続報を待ちましょう。そしてランクについて細かいところ、昇格試練の配信、これめちゃめちゃ大きいですね。ソロ勢でもランク上げやすいです。で振り分けマッチも最初 1.5 ランク下がるので配信、そして降格保護は毎シーズンまでと同じ仕様、そしてランクティアの RP 要件が上昇てな感じで、全体的に透明性のある割とシーズン16までに近いランクシステムになるようです。個人的にはエントリーコストがどうなるか分かんないですが、そこだけしっかりしていればめちゃめちゃいいランクシステムになるんじゃないかなって思ってます。エントリーコストと順位ポイントが
もうどれだけ大きいかによってランクの上げやすさっていうのは変わってしまうので、そこはしっかり運営さん見定めて頑張ってほしいですね。ちょっと話脱線してしまうんですが、シーズン12とかシーズン13のランクがちょっとね、ランク上げやすすぎとか逆にランク上げづらすぎって言われてたのは、順位ポイントがもうめちゃめちゃ高かったり、逆にエントリーコストが高すぎちゃったりしても全然ランク上がってんよみたいな感じになって波紋を呼んでいたんで、そこだけなんとか良い塩梅、良い調整してほしいですね。でその他にも個人的にめちゃめちゃ良いなって思った調整いくつかあるので、ピックアップして紹介していきます。まずパフォーマンスモード 120Hz っていうことで、プレステ5と Xbox で 120Hz が公式に対応するそうです。これめちゃめちゃありがたいですね。前の動画でも話したんですが、プレステ5がガチの最強デバイスになりそうです。操作遅延はあるものの、 120fps の 0.6 はバカ強いっすね。自分も 0.4 なんで何も言えないんですけど、もう 60fps から 120fps ってめちゃめちゃ世界変わるんで、個人的に一回 CS の方戻って試してみたいなって思うレベルで、 CS にとっては嬉しい調整だと思います。そしてブレイクアウト報酬というものが追加されます。ざっくりチャレンジをこなしてレジェンドごとの報酬もらうみたいなシステムっぽいですが、フラットライン用特化型トップティアみたいな表記があるんで、これもしかしたら前々から言われてたヒートシンクの復刻みたいなやつなんですかね。ちょっと気になる要素です。そしてタグの実装とクラブの終了ということで、はい、もうクラブ消滅ということで、人気なかったわけじゃないと思うけど、何なんすかね。個人的には楽しいシステムだと思っていたんですが、クラブの代わりのシステムとしてタグというのが実装されて、クラブみたいな感じで自分の名前の前に3から4文字英数字で好きなタグつけられるようになるみたいですね。まあ割となんか好きな時にも変えられそうなんで、気分で変えたりしながらするのも楽しそうですね。なんか昔COD であった仕様みたいですかね。懐かしい。ということで今回の情報以上になります。めちゃめちゃね、良い情報多かったですね。正直リークの情報だとランクシステムについて結構ね不安要素あったんですが、この情報を見る限りめちゃめちゃいいシステムだと思ったんで、シーズン20本当にうまくいってほしいなと個人的に思っておきます。ということで今回の動画は以上になります。何か参考になることがあればグッド&チャンネル登録よろしくお願いします。シーズン20楽しみな人もグッドよろしくお願いします。それでは以上、親子どんのすけでした。また今日も朝から頑張っていきましょう。またねー。